どうも、トウズルです。はい、ということで、本日もこちら、クラッシュロイヤル、お送りしていきたいと思います。さあ、ということで、私ね、今ちょっともう、無課金のドズ2をね、トロ上げしていたんですけれども、ちょっともうね、温まってきましたね。これがやっぱドズ2やなと。いう感じで、まあ今ずっとトロ上げしてたんですけど、ここ見て、レイジ、3連続だからね。レイジ、レイジ、レイジ。レイジとかでね、ご利用しされちゃうと本当に止めれなくて、まあ、ちょっと温まったりするんですけど、まあ、13が増えてきましたね。で、いつもね、ドズ2の動画上げると毎回コメントで、いや、ドズルお前も普通にレベル高くねって言われるんですけど、まあ、確かに高くなってきた。うん、高くなってきたけど、全カンストにはね、ちょっとやっぱきついんですよね。まあ、ドズ2のコンセプトとしてはもう3年間ずっとやってきてるんで、今後もですね、レベル10とか11で戦っていくみたいな感じではないと思うんですけど、まあ、ただ、限られたカードでね、私もレベル13たくさんあれば、もっと組みたい、組み合わせもいっぱいあるんですけど、まあ、限られた中でデッキを作っていったり、あと対チンパンね、やっぱ本当に、6000まではもう環境がまた別なんで、うん、別世界なんで、こう6000以上と6000までは。だからその6000まで、とにかく、ドズ2はね、しっかりこうチンパンをしばいていくっていうところを、チンパンをしごく、あ、しごくじゃない。チンパンを、しばく、仕事でございます。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、頑張っていきましょう。よろしく。いやー、ちょ、ドズ2もですね、デッキをいろいろ試したりしたいんだけどな、これでも、あんまり課金してない人はみんな同じ悩みがあると思う。その、デッキをすぐ変えれない、環境に合わせてデッキを変えれないっていうのは。だから、それもやっぱね、実際に体験して、その上での、なんか、自分なりの回答を出したい、私は。おら、いいよ。これ大カウンターになるんじゃない？相手は今、全エリクサー使って攻めてきたんで、もうここ、行き時ですね。ヒールスピリットも合わせて、あー、ペッカか。この受けは優秀。一見優秀に見えます。ペッカに対してはアーチャーとか、あとは、ハンターも実は一発耐えれるんで、ここら辺でうまく耐えていきたいですね。いい位置に。今ザップいらなかったかな。いい位置にディガーが飛んできましたね。飛んで火にいる夏のディガー。さあ、ここは、美味しいよ。ホグライダーだったよな。追加で出すならこっちも追加で出して。溶かされるか、杖。今ヒースピ追加チャンスだったな。ヒースピも適当にこうやって出すだけだとあんまり効果は薄くて、これ今相手ペッカで受け、さっきもペッカで受けてきたんで、ペッカ受けがある時なんかはヒースピがただ1コスト上げちゃう、1コストプレゼント企画になっちゃうんですよね。逆に群れで受けてくるならココウモリ出すなってタイミングでヒースピ出してあげるとかなりいい感じで受けれたりするんで。あー、ヒースピー焼かれちゃった、もったいね。さあ、ここは右行ったかな。おそらく通せますね。オッケー、ザップ出してもう一発ナイス。あとはもう相手多分右攻めてくるんで右守って終わりですな。これは守れる、さすがに。ズシン行ってプリンス優秀ですね。プリンスのね、いいところはその1分切る前も優秀なんですよね。1分切ってからのプリンスの攻撃に参加した時の火力も半端ないんですけど、その序盤の2分間のこう防衛としての優秀さがね、プリンスはやっぱりいいですね。はい。特にチンパンに対してゴリゴリ端前で来る相手に対してプリンスで受けてそのままカウンターにつなげるみたいな。で、そうすると相手もまたエリクサー使ってくれてみたいなところでいい循環が生まれるんで、うん、プリンス本当にいいかもしれない。割と序盤から手に入るカードですし、
でプリンスはね多分ね今後弱体化強化が当分来ない気がするんですよ、私の勝手な予想だけど。なんか当分プリンスって手つけられない感じがするので、今からプリンス育てていくのは割といい選択かもしれません。さあホグライダー当てつつヒースピで、ちょっとヒースピでいたずらしようかなと思ったけどできなかった。いやでもここはホグライダーをすげえ回復させて、すげえ回復してくれた。今のプリンスの位置甘いな、中途半端。しっかりメガナイトの前に置いてあげると、メガナイトはね、ジャンプせずに歩いてくれるし、もし離すんだったら突撃入れたいですね。まあ、ただ、今んとこいい感じ。インドラがいて、受けから作りたいな、この手札だと。相手はメガナイト、結構似てるっちゃ似てるか。インドラがいるんで、そのインドラにザップを打ちたいですね。ここいやー1ミリ残る、1ミリ残るんかい悪い。いやー今の1ミリ残ったの痛いな。うおバルーン、ちょ待って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 、あーちょ、あーちゃ前に出すぎた、あーちゃ前に出すぎた、あーちゃ、あーちゃそっちじゃないよ。いやーこれはやってる。いやーこれは完全にやられましたな。さあファイボで、さあいい、さあ相手バルキリー OK。 これはさあメガナイトどっしん来ると思うんで、あ来ない、 OK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 、 よし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 、あとはバルーン対策ですね。くー難しいな、ちょっと待ってよ、ハンターをぶち当てたい。ウィザードネクロがいる、おそらくここメガナイトで受けて、来ない来ないんかい、来るんかい。いやーこれ勝ちて、来るの分かってるからな。回復しろ、いやー無理か。ホグライダーに今の回復入るとめっちゃ熱かったんですけど、相手ファイボ使った、ここチャンスですね。おっといいタイミングかぶった、ラッキー。で相手は、メガナイトで受けるか、あとはインドラ、ハンターはあいつに取っておきたいですね。よしバルキリーにはしっかり刺さって、いやーこのヒールスピリットは遅かった、遅かったし怖い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 。ハンタートリプルいい戦い、いい戦いですね。相手メガナイト回ってきてるような、ここザップいらないかな、一回自陣で受けるべきだったかもしれない、ただ後悔はしてない。うわ、危ねえ、ここはゴリを押せ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 る押せる押せる押せる、オッケー来たんじゃない、グッドゲームでしょう。よし危ねえ、今のでもやっぱこのデッキの強さが出ましたね。うん、ここがプリンスのところが縦線とかだったんですよ、前もともと。
大体テンプレだと、まあ、縦線とか、まあ、なんかちょっと、軽いユニットプラスのインドラとかなんですけど、プリンスハンターにすることによってやっぱバルーンとかの受けも受けやすくなるし、あとやっぱ格上のご了承をしっかり受け止めてからカウンターにつなげていくっていう、私ね、あの格上っていうかそのカンストのあれって諦めてたんですよね。カウンターってもう諦めてて守れねえやって思ってたんですけど、このデッキだったらギリ守れてカウンターにつながるんで、クララはやっぱカウンターが強いんですよね。さあ勝つと饒舌になる、勝つと饒舌になるドズ2でございます。あざます。いやー今の勝ったの気持ちいいな。これ負けてたらもう本当にイライラしてて、この動画ボツにしてもう動画撮ってなかったですね。危ねえ。これは勝ち申した。いや結構ねドズ2の動画撮ってるともう本当にイライラしちゃって、あの動画もういいやとかなっちゃうことがね結構あるんですよね。ほんと一番ドズ2がね多分ボツに葬られてる。私あんま動画ボツにしないんですけど、ドズ2はねしちゃうんですよね。さあ相手レベル11がいる。ちょっと忍びねえな、まあ、仕方ない、勝負の世界だ。私もそうやって駆られてきた。ランバーとかいたな。ウィザードまたランバー出してきたらプリンスでしばく。来ないか。美味しいな。ここは普通にザップでいいかな。いやーちょっと今の受け微妙だった。よしよしよし、こっからです。さあ右相手攻めてくるぞ。あ違うんかい、これミスか。普通のの、ちょ待って、バルーンバルーンバルーン、えバルーン見えてたっけ。バルーン見えてないよな。初見一発。いやーバルーンだったらちょっとこれもバルーン、なるほどね、スケバレバルーンね。そうバルーンじゃないよなと思って、こうなるとハンターは取っておきたくて、ただそれ以外はもう全軍出撃、ポイズンまでかましちゃっていいですね。さあこっからスケバレは来る。ちょっと待って、バルーンに対してこうヒースピをうまくスケルトンに当てて、ああそっちじゃない、ハンター、よし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 守れる守れる、ザップ打てザップ打て、よしよしよし、ギリギリ守れた。しゃあ来た、完璧ですね。これがチンパンのしばき方。ありがとうございます。今日はでもちゃんとまたトロが上がって、健全な、ね、動画でございました。ちょっとね、でもドズ2ね、やっぱね、動画撮るとカロリー使いますね、ほんと。ドズ2の動画撮ろうって思って、まずトロ上げをして、ふんふんふんみたいな。今日の動画のタイトルはこれにしようみたいな感じで撮り始めるんだけど、それまでに挫折しちゃうことも多くて、ね、今日なんか動画を撮る前にもうかなり温まってたんで、よかった、しっかり上がった。というところで、ドズ2もですね、格上に負けず、そして、コメント欄からのね、威圧に負けず、そして、終盤のね、終盤の何、サボりから負けず、ちょ、いろんな、もう私ドズルのいろんなところが試されてる、シリーズだからドズ2は、ちょ、頑張っていきたいなと思います。はい、というところで、じゃあ本日の、動画こんな感じで終わりたいと思います。次の動画は、ドズ2またね、1ヶ月後にならないように。ドズ2すぐ救済に入っちゃうから、お休みに入っちゃうんで、いやもうドズ2は、必ず上げていきます。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。